ゼニーザ。ゼニーザとは、江戸時代に官営通り、宝をはじめとする戦火を鋳造した組織あるいは、機関である。飛鳥時代、奈良時代から平安時代に発行された、校長12戦を鋳造するために設置された組織は、戦時、受戦士、中戦士と称した。江戸時代前期は、官営通り、宝などの戦火鋳造は、 民間の商人らによる受け負い事業であり、幕府の許可制によるものが中心であった。すなわち、戦火の需要が生じた時幕府は随時、抽選希望者を公募し、戦火を大量生産する能力を持つ者に期限を区切って抽選を命じたのであった。抽選校が目標に達するとゼニーザーは解散した。このような受け負い人には五福や糸アップ仲間、 銀座役人などの有力町人が名を連ねている。これらのゼニザには鋳造工の5から20%、原則として10%程度を雲上として幕府に上納させている。しかし、全国60カ所以上に上る各ゼニザにより鋳造された、歓迎通り、宝の製作及び素材は多種多様であり、外観上の確一性を欠くものとなっていった。明和2年。 1765年以降は金座及び銀座が抽選事業を兼任することになり、上座としての銭座が確立し、抽選に対する幕府の支配が強化され、戦火の禁止化が図られた。また元禄年間を過ぎた頃から、銅の算出に陰りが見え始め、輸出用の御用銅が不足し始めたことも、抽選事業に対する幕府の管理体制を強化させた一因である。 寛永三年、1626年、水戸の豪商である佐藤信介が、戦火の不足を理由に、銅戦の鋳造を幕府及び、水戸藩に願い出て、許可されたのが、寛永通り、宝の始まりであった。に水長と称する寛永通り宝がこの時、鋳造されたものと言われている。この時点では、寛永通り宝は、市中線の意を出ないが、 幕府が鋳造を命じたとされる慶長十一年、1606年、鋳造の慶長通り宝、及び、元奈三年、1617年鋳造の元和道、宝なども、これと同列のものである可能性がある。10年後の寛永十三年、1636年、足尾銅山などからの銅の算出が増大したことを、受け、幕府が本格的に寛永通り、 宝の鋳造を司ることになり、この時設置された銭座は、江戸浅草橋上、芝毛縄手及び大見坂本の三座であった。翌年の寛永十四年、1637年、流通のために十分な量の戦果を確保するため三座に加えて、水戸、仙台、三河吉田、松本、高田、長戸萩、備前岡山、及び文後武田の八座が増設された。 さらに、官営16年、1639年、駿河井の宮にゼニザが設けられたが、官営17年、1640年、前年に、戦火の相場が下落したことを受け、また軽薄な品が少なくないという理由から一旦、全ゼニザにおける鋳造停止が命じられた。なお、ゼニザの設置に際しては、日本各地から市中線に携わっていた職人が召し出されたが、 鋳造停止によって仕事を失うと官営通報の密造に関わる者も,も現れた。このため官営20年1643年には全国的規模で市中線の製造を禁止する命令を出している。しかしその後の経済発展により生じた戦火不足を補うため明暦2年1656年幕府は 江戸浅草鳥越え及び駿河靴谷、靴の屋に銭座を設け抽選を命じている。また、寛永十三年及び、女王二年、六百五十三年、京都の県民寺にも銭座が置かれたというが、定かではない。ここまでに駐造された寛永通り宝は古寛永と呼ばれ、以前に広く流通した輸入船と比較して、良質のものであった。万事二年。 1659年、幕府は、官営通り、宝の輸出を禁止したため、長崎中島禅座では、貿易取引専用に、中国の戦火を模した銅線を鋳造し、その一連の戦火は、長崎貿易線と呼ばれる。その後、漢文8年、1668年から天の3年、1683年までの期間に、 五福屋の五島ヌイドのスケらが抽選を受け負い、江戸亀井戸に大規模なゼニ座が設けられ、この時鋳造された官営通り宝は文銭と呼ばれ、金質で良質なものであった。亀井戸のゼニ座では、後の元の区から法営年間、聖徳四年、1714年から教法三年、1718年まで、さらに元文年間にも抽選が行われている。 元禄から法営にかけての金貨及び銀貨の懐中以降、金位が低下し、通貨量が増大した金銀貨に対し戦争場が高騰し、また、別種銅山からの銅の算出が増大したことを受け、元禄十三年、1700年3月から法営5年、1708年1月にかけては京都、糸アップ陣により7条に全2座が設けられ、 薄肉小型の官営通り宝が鋳造され、同年の2月からは、宝久通り宝が鋳造された。京都七条及び、玄禄十年、1697年から、江戸亀戸で鋳造された、官営通り宝は、小木原重秀の検索により、薄肉小型なものに変更されたため、小木原銭と呼ばれる。さらに聖徳4年以降、江戸亀戸、佐渡愛川。 江戸深川十万坪、大阪南波、仙台、淀戸戸葉横路、江戸高梅、下佐猿江、紀打津、伏見、下付日光、秋田道山、石巻、相模藤沢、大阪高津、下付足尾などに善儀座が設けられ、官営通り宝が鋳造された。この時幕府は、戦火の質の管理及び、需要が逼迫していた道の統制を強めていた、関係上から、 線の背面に中造地を示す文字を出させたり、また、面分に特徴を持たせて、抽選地の明確化を図った。明和2年以降は、銭ニ座は金座及び銀座の監督下に置かれ、抽選上座となり、以前と異なり常設のものとなった。以前の地方の銭ニ座の中には引き続き抽選事業が継続されたところもあるが、これらについても、金座の監督下に置かれた。これ以降、 関営通り宝は、鉄線が中心となり、銀座直轄の亀井戸、伏見、石巻及び、日立代田などの銭座で、大量の鉄線が鋳造された。明和4年、1767年より長崎で、主に貿易専用に銅線が鋳造されたが質は悪いものであった。明和5年、1768年からは、銀座の監督した河井久高の検索により、 江戸深川線田神殿において官営通り、田から新中四分線の鋳造が始まった。文政四年、1821年からは、浅草橋上の銭座で四分線の鋳造が行われ、慶応元年、1865年から森岡、仙台、水戸、伊節及び秋広島などの銭座で、製鉄四分線の鋳造が行われた。また、天保六年、 1835年からは、御金改め役の後藤三衛門校、通るの検索により金座及び浅草橋城で天舗通り、宝の鋳造が始まった。慶応元年8月からは、大阪南場でも天舗通り、宝の鋳造が開始されている。この天舗通り、宝の裏側には、金座の後藤正三郎密治の顔が描かされている。幕末の文久3年。 1863年2月には、銀座監督課の江戸深川東大区長の銭座において、文久英宝が鋳造され、同年12月からは、銀座の監督課の正木及び、小菅の銭座でも鋳造が始まった。最初に原料である金属すなわち、銅、鈴、鉛、及び白目、または白目、アンチモン、またはビズマスなど、 規定量ばかり取り取り組みが行われ、るつぼで溶解されて合金が作られる。一度に14巻を一部起とし作業が行われ、出来上がった。地金は破砕されて500問目ごとに小分けされ、扇風機所に送られた。これを同武器と呼ぶ。次に砂地に鋳型である。母ゼリを複数押し付け、さらに陽動の流れる。湯道をつけ、これを焼いて鋳型が作られる鋳型は？ 表裏2枚作られ、これを合わせて縛りロートから陽動を流し込む。戦火の原型である母ゼニは、手彫りにより製作された、彫り母ゼニを原型とし、彫り母ゼニ、鈴母ゼニ、銅母ゼニ通用線という、順で移される工程が取られ、均質な戦果が大量生産されるようになった。冷却後、中身を取り出すと、弓地棒の先に、多数の銭が結合した。 いわゆる枝銭ができる。銭を取り外し角棒に通し、まとめて円にヤスリ掛けを行い針を取る。さらに、目を切れと称して、中央の穴を仕上げ、豆の汁で煮て付着した砂を取り、縄で擦り、光沢を出して仕上げた。出来上がった戦貨は検査場に回され、合格したものは銭差しにまとめて、金蔵に収められた。戦火は時の銭相場に応じて、 両替商に売却されることにより発行された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。